ュないの、この部屋この部屋ティッシュがないですね。ティッシュがない、あった。どうもこんにちは。私は今この奇跡のバランスで配信してるので、急にカシャーンってなる可能性があります。こんにちは、こんばんはか。私は明日は北海道でツアーということで北海道にやってきました。明日来てくれる方、もし見てたらもう北海道にいる方もいるんじゃないでしょうか。暑いですか？え、全然暑くないです。ストレートヘアもうさ、今日朝レッスンがあって、朝っていうかレッスンがあって、もう爆速で家帰ってシャワー浴びてきたから、もうボサボサで来ました。ボサボサで飛行機乗りました。今日はお刺身食べた。しっかり楽しんでます。ツアーはね、北海道で K2 は終わりですので、下で終わりなので頑張ります。そういえばイロハスのハスカップ味見つか、ダメダメつけてないの。なんかこうやってめっちゃ遊びに来てってみたい、旅行者みたいな格好だね私。もうお土産も買いました。そう、北海道にいる皆さん、あのイロハスハスカップ味おすすめ、私のおすすめです。靴下買いましたよ。お土産靴下買いました。明日はもう体力が心配で心配で心配で仕方ないですけど、北海道あやさんも可愛い。北海道来て変わるか。カツゲン北海、あ、セイコーマートに売ってるの、え、気になる。カツゲン、カツゲンってあの牛乳みたいなやつでしょ。あれなんか毎年みんな飲んでるイメージだから気になる。でもお腹痛くなりそう、牛乳飲んだら。終わった後とか明日の夜とかに変えたらいいな。いや本当に体力が心配です。あ、ヤクルトに近い、あ、そっち系なんだ。牛乳とか、牛乳なのかと思ってた。マミーと一緒、なるほどね。そっ
そういう感じなんだね。初耳。こんばんは。コロナウです。札幌は初上陸かも。札幌初上陸ですね。飛行機も久しぶりに乗った。お土産も買いました。もうなんか買えなかったら嫌だから買いました。今日は海鮮食べました。ジンギスカン食べてない。明日ラーメン食べたいなっていう感じ。ラーメンなんか私ライブ終わりとか公演終わりとかって結構ラーメンとか食べたくなるんだよね。から、食べれたら嬉しいなぐらい。絶対食べてやるとは思ってません絶対っていうか食べたいな、食べれたら嬉しいなっていう気持ちです。差し入れにラーメンあったら困るな。だって食べる動く前には食べれない、さすがに差し入れだったら嬉しいものは持って帰れるものです。札幌もう昼公演と夜公演の合間とか食べたくなるけど、食べたらもうふわってなっちゃうからでもね、博多の時かな、なんかあんかけ焼きそば的なやつがあったの、差し入れに。めっちゃ美味しかった記憶。もう満足できるぐらいちゃんと北海道も満喫できたので明日も頑張ろうと思います。明日もっていうか明日が本番なんですけど。わー、エビ味噌、エビ味噌大好き。あ、皿うどんかな。そうかも。かぶってる帽子かわいい。これは劇場にしばらく忘れていた帽子です。昨日取ってきました、無事に。お気に入り帽子です。こんばんは。名鉄百貨店で売ってましたか？分からん。どこにでも売ってると思います。何でも似合ってしまわないですよ私。オレンジとか似合わないです。
お土産です。じゃーん。でかでかお土産、私の大好きな生キャラメルで、これ自分用。土産売り場ってだいたい早い時間に閉まっちゃうじゃないですか。早い時間っていうか9時ぐらい。だから明日とか無理じゃないと思って、今日買っといた。花畑牧場のやつね、大好きなんですよ。去年はゆずさんに買ってきてもらったんだ。特典会当選したよ、皆さん申し込んでくれた方ありがとうございます。ありがとうございます。本当に8月7日に参加しますのでお楽しみに。サイン会、チェキ会、なんだっけ、抽選会、なんかその抽選会のチェキ、景品のチェキ用の写真をね選んでたんだけど、めっちゃおもろい、おもろいっていうか、はあ懐かしいとか、こんな写真あったなとか、いい写真いっぱいです。なんか最近写真撮っても載せるの忘れちゃったり、なんか載せるほどでもないかみたいな写真とか多くてね、載せたことのない写真がいっぱい溜まってたの。だからちょうどいい機会だと思って。あと生誕 T シャツがもう多分届き始めてるんですけど、昨日の公演で着てくれてる人を初めて見かけて、おお私のだってなりました。私もまだ自分のやつゲットしてなくて、だからぜひね、下着てきてくれる人ももしかしたらいるのかな。あ、まだ届いてない人もいるんだね。あ、届いてない人も、私もまだね着てない。じゃあ着てた方は早かったんだ。じゃあみんなが着てくれるの楽しみにしてるね。33枚目シングルのオンラインイベントは全部当選です。ありがとう申し込んでくれて。明日もサイリウムとか見つけますね。コールも聞こえたら嬉しいなって思いながら踊ります。問題です。今日飛行機に乗ったんですけど、
飛行機であの飲み物がドリンクサービスみたいのがあって、私は何を飲んだでしょうか。1お茶、2リンゴジュース、3オニオンスープ、あ違う、コンソメスープ、4コーヒー、5コーラ。何でしょうか。あとなんかあったっけ、あとなんかあったっけってことはさ、もう一個出しても絶対嘘ってなっちゃう。リンゴジュース、コーラ、スープかな。水、水は選択肢にないけど、水大好き。リンゴ、あったかいお茶とかも、あのあったかいか冷たいかもちゃんとねあるのでね。冷たいコーラ、あったかいコーラ最悪すぎあったかいコーラ嫌すぎるんだけど、冷たいコーヒー、まあコーヒーとか紅茶の場合はあのミルクを入れたとか入れてないとかもあの大事になってくるのでね難問かもしれません。いいですか皆さん、ファイナルアンサー、ファイナルアンサーですか。正解はコンソメスープでした。ビーフコンソメスープでした。私飛行機乗る時ってスープ、なんかスープ昔飲んだのがめっちゃ美味しかった記憶があって、それからもうスープしか飲まないかも。なんかオニオンスープもなんかすごい飲んだ記憶があって、ちっちゃい時に。でも今日はコンソメスープだったんだけど。ちなみにあったかいです。あったかい、なんか寝てて起きたら蓋してくれてた優しい。ここ一番、ここ最近で一番悔しい。なんで？別に賞金とか出ないけど賞金とか出ないけど、え、そう、スープないとこ、なんかやつと、ところとかもあるからないかなと思ったらあったから、もうあの一択でスープにしました。札幌来てから何食べたの？海鮮食べたよ。もう今日一食目だったからめっちゃ美味しかった。なんか昨日の夜めっちゃ食べちゃってご飯を。でもしかしたら今日の夜ご飯どっか行くかもしれないから、なんかあんま食べないでおこうと思って。だけどそのおかげでもうめっちゃ美味しく感じました。もともと美味しいんだけど、その何倍何倍も美味しく感じました。お腹空いてたから。まずね、海鮮普通に好きでね、北海道にいない時もめっちゃ食べるんですよ私。スーパーでも買ったり、海鮮丼屋さんとか行ったり、お寿司もだけど
いろいろ頼みました。ユッケもあったし美味しかったです。でもなんかウニがね売り切れててね悲しかったですね。ウニ、私ウニがもともとそんなね好きじゃなかったんだけど、北海道でウニ食べてからウニが食べれるようになったの。だからまあその思い出の地に今日は帰ってきたってことでウニが食べたかったんだけど、もう結構、ね、遅かったから売り切れてました。もう一番好きな海鮮も食べれたので満足です。いいね、イクラも。27時間テレビやってるの今日。カニ食べたことない。わ、27時間テレビやってるじゃん。夜更かししちゃいそう夜更かししちゃいそうなんだけど。今日から夏休みなの？アレルギーじゃないけど、カニを食べようみたいなことになったことがなくて、人生でカニを食べようみたいな。例えばどこ、何、ご飯どこ行くってカニってなったことない。みんなどういうタイミングでカニ食べるの？でも最近確かにカニ食べたことないって言うとびっくりされること多いかも。なんてカニ屋さんみたいな、カニカマとかはあるよ。カニしゃぶとか、カニなんかカニこう殻、カニの殻からこう吸うみたいな、やったことない。前髪ぺったんこ、参考だからこそ帽子をかぶっているわけですね。このアイロン何もしてないもん
じゃあ終わるわ。まあこんな前髪になっても帽子をかぶっちゃえば大丈夫。大丈夫じゃなかった、あんまり、あんまり大丈夫じゃなかったけど、あんまり大丈夫じゃなかったけど、大丈夫じゃないな大丈夫じゃないな。なんか美容院に行ったんですよこの間。したらもうその後マジでサラサラで感動してたんだけど、もう次の日リハーサルしたら終わった。すぐ終わった。公演前から終わった。くそ、本当に髪質だからしょうがないんだよね。悔しい、本当に。ピョーンってなってます。まあもう終わるし。気になるな。さっきよりひどくなってるな。アエに釣られて美容室行ってきたよ。どういうこと美容室で釣られていくの。どうですか、サラサラになりましたか。でもね、みんな元気にツアー迎えられてよかったですね。ちなみに今見てる人の中で明日来る人はどのぐらいいるのかな。明日のツアー行くよって人、お、はーい、行くよーって人、返事してくださーい。来てくれる方はよろしくお願いします。じゃあ明日のツアー行きたいよーって人行きたいよーっていう人、はーい、手が上がってます。じゃあ私のあの札幌、ゼップ札幌の私の耳にも届くくらいの大きな声援を遠くからお願いします。